それでは烈火の剣続きをやっていきたいと思いますと、ここは正直消化試合です。まあカナスをクラッシュエンジさせた後育てるのに、まあこいつらのメンバーの誰かがダメージ受けたら回復するというパターンで、で輸送隊から宝の鍵を受け取って、ここ宝があるですからねと思ったらないよ。誰か宝の鍵持ってねえか。扉はあるが、じゃあちょっとニルスを下げて、マシュ出して、マシュの装備を、鋼の剣を一応装備させて、じゃあこれでいきたいと思いますと。ちなみにこの章はヘクトル編のミーの場所です。でカナスを、カナスをちょっとここに置いといて、でこの状態でエリウッドをここに置いておけば、でダメージ受けたら、ダメージ受けてもだけどレベルアップしてヒットポイントがアップした時の回復も、
落とされたのもう音もないからな。で、これでリンもレベル、リンがレベル20になったんで、こっから先はヘクトルとエリウッドで、レベル上げを。ヘクトルとリンに比べてヒットポイントが低いのがエリュートなんだよな、今現在。ちょっと下げとくか。来られたらもうともこもねえかな。
待てよ、こいつがこっちに来ないようにすればやっとけばいいわけか。でついでにでついでだからリンを一旦ここにガードとして置いて、ちょっとこっちに置いて、
必殺は出なかった。マシュもヒットポイントが上がってた。じゃあそろそろ本格的に攻めますか。そういや、やっとテレビ局がジャニーズ忖度をやめてニュースするようになりましたね。いや、正直ダパンプとかコロコロチキンペッパーズも消された理由がジャニーズ事務所以外に歌って踊れるイケメンは許さねえっていう、ただそれだけの理由で消されてたらしいですからね。本当に結局ジャニーズは何がしたかったんでしょうな。ま、事務所がそうでもしないと、自信がなかったってことなんでしょうな。味と、ようこそここは闇魔法結社の味と、でもって保養所、でもって娯楽施設、でもって憩いの村、ダークビレッジザイコイ、ようこそ。このネタわかる人は魔法陣ぐるぐるの最初のアニメを知ってる人です。1994年のぐるぐるのアニメ、勇者の権利も持ってるか。ルーンソード2本。
これでリライブも使える。で、前回みたいに扉開けた途端今度は消えなかった。いくら必殺が高くても当たらなければ何の意味もない。ここはボス撃破か。だったら先にあのボスを倒して場所を回復させるっていうのはできないか。あんたら何をやってるんでしょうね。40% しかエリウッドで命中率がねえってんなら、他の方の命中率高い方で
結界が消えた。ようやく倒せたのだ。しかしこいつ一体何だったんだ。魔の島といい、あの砂漠の地下といい、とどめを刺したと体が崩れてなくなった。じゃあこいつ魔封じのものもモルフってことか。それにしちゃ見てくれが全然似てねえ気がするんだけどな。でもモルフだよ。いなくなるときあいつの声が聞こえた。ネルガルの名を呼んでた。悲しい、すごく悲しい声で。全員よいあいだ。ここを過ぎれば竜のも最後の決戦だ。必須、ネルガルの野郎をぶっ潰せ。で、終章光。ネルガルの野郎はこの起きた。アトスのじいさん待つべきなんだろうが。失なるここにいる。アトス様、遅えよじいさん。この魔導書を使うがいい。これは新章期の一つ、アリアル。聖女エミリーヌが用いた最高位の光魔法だ。残念ながら光魔法を使えるのはアンさんしかいねえんだよ。これならばネルガルの闇の衣を剥ぎ、かなりのダメージを与えることができるだろう。それからこれらにもネルガルに通用するようさらなる術を施しておいた。デュランドルはエリウッドに、ヘクトルにはアルマーゾ。これは以前手にした時よりはるかに、確かにこれならすでにいいんです。これはお前に。マーニカティと対になる精霊の宿る剣、名はソウルカティ。新章期ではないが力のある剣だ。ニルスよ、ネルガルはこの奥にいるな。すごい力だよ。なんだろう、すごく変な感じがする。奴は先の戦いで部下のほとんどを失ったはずだ。じゃがわずかだがわしにも気が読める。確かにこれまでとは様子が違うようだ。気を引き締めてかかる。やつは手強いぞ。わかりました。ひそみな、負け。今度こそが最後の戦いだぜ。アトスのじいさんが言うようにネルガルには並のもの、普通の武器では通用しないだろう。中に入るものは慎重に選ばれるのな。というわけで今現在でマックスまで上がっているメンバー、アイテム整理で輸送隊、であとはこの2の必殺を防ぐっていうので、残るはまあレベッカとダーツ、これでいくか。プリシラに輸送隊で一応リザーブをもらっといて、まあレストは必要だわ。で、交換でもう一つリザーブを持っているあんたからももらって、
オールブレイズとアーリアル。よし、じゃあこれで完全に行きたいと思います。ヘクトル様、エリウッド様、マリアさん、今までどうもありがとう。思ったより根性あったな。すぐに逃げ出すかと思ったさ。やはりこれ以上お連れくださいませぬか。きったねえな。泣くのはいいが鼻ぐらい噛めよ。仕方ねえだろ。戦いの馬を連れていくわけにはいかねえんだ。これ持ってファーガスさんの船まで戻ってください。これは何でございますかな。紹介状だ。押し手に持っていけば有利に商売させてもらえる。ま、平和のようにならねえと無駄な代物だけどな。いやでございます。わしは一応お二人にお使いすると心に誓ったのです。何とぞ何とぞ見捨てないでくだされ。マリナスさん、だったら船の中で俺たちの無事を祈ってろ。お願いします。僕らの無事を信じて待っていてください。わかりました。いつまでもいつまでもお待ちしております。どうかご無事でお戻りください。なあ、行ってくるぜ。行きます。ネルガル来たか。名が遅い。すでに門は開かれた。私は竜のより強大な英気を得る。そしてより強く、より完全な存在となる。賢者め、何も人間物みたいに犠牲にして、なこそ生徒は力に何の意味がある。私は私だ。他人の痛みなど私は感じない。他人の悲しみなど私は感じない。他人の死は私の喜び。私が得るエーギルの糧だ。貴様らもここで死骸になれ。この私のためによみがえるが今がしもべたちよ。私の作品に感銘を受けてくれたようだな。それとも見覚えのある顔でも見つけたか。スコ、それに黒い牙の連中。何のつもりだ、ネルガル。このモール二つを注いだエーゲルの持ち主と同じ力、容姿を持つよう手を加えたものだ。わかるか、私には力があるのだ。これだけの奇跡を行う力がな。もうそうだ、ヘクトルよ。お前の兄オスティア公ウーゼルは死んだそうだな。お前が望むのなら兄のモルフを作ってやってもいいぞ。お前のような心の脆い人間にはちょうどよかろう。心を持たず人形を相手にせいぜい傷を舐め合って。黙れ、心のねえ人形だ。てめえのことだろうが。何、力を手に入れることは自分のことしか考えらんねえ。人の痛みも苦しみも感じることができねえ。人形はてめえ自身だ、ネルガル。お前たちのような弱き者には理解できんだろうさ。この世で最も意味のないもの、それが善悪という感情であるとね。そんなものに縛られるから人が己の力を解放できずにいる。愚かな、全くもって愚かな人間のもよ。あれからの長き年月、お前の考えが改まることはなかったようじゃな。やとす、お前こそなぜ認めんのだ。生物は他の力を取り込んでより優れたものへと進化を繰り返す。我らは竜の知識によって最高の進化への道を見出した。なのになぜ受け入れ、なぜ拒み続けるのだ。力を求めるのには反対せん。やが他の者の命、それを奪ってまで手に入れる方法を許すわけにはいかん。覚えている。覚えているぞ。お前はあの時もそう言ってこの私に手をかけた。真理をどもと結託し、この私を葬ろうとしたんだ。この傷を見ろ。お前の魔法をまともに受けてできたこの傷を。誤算だったよ。唯一の理解者だと。友だと信じていたお前が私を滅ぼそうとするなど。友だからこそ
本気で思っているからこそ滅ぼそうとしたんだろ。おかげで確信できたがな、信頼などするから裏切られる。己の成功なら目的のために仲間の手など必要ないのだと。救いようのねえバカだな、てめえは。じいさんがどんな気持ちでお前をかつての友を打ち消しにしたか、それがわかんねえのか。お前の過去に何があって、どんな事情があったのかなって、んなことはどうでもいい。俺はお前は哀れだとは全然思わねえ。お前が今まで犯した罪はどんなもんで許されるもんじゃねえからな。覚悟を決めろ、ネルガル。俺はこの手でお前の罪にケリをつけてやっからよ。面白い。ではそのお手紙を拝見しよう。もしもこのモルフどもを全て倒すことができたらな。みなさん、ここは俺が戦う。みんな座ってろ。僕ら一緒だ。これまでも、今も、これからも。お前ら。ヘクトル様、僕だって。それから、ニニアもきっと一緒にいるから。ニルス。マーク、お前も。我もお前たちと共に。成長した俺の剣見せてやる。バーガス海賊団特攻隊長ダース様に怖いもんはね。みんな行こうぜ。全員の力で奴を倒す。前回はクラスチェンジさせて、そこで満足してマックスまで育てていなかったけれども、今回は違うぞ。ロードメンバー以外はほぼ全員マックスレベル。さあ、今度は本気で生かしてもらうぜ。でちょっと今思ったが、弓兵が結構重要かもしらん。のダメージ食らう。
どうしたの、リンディス。ウゼル様のことか。ヘクトルの様子がおかしかったから、オズニーさんから無理やり聞き出した。ゼンオフィアコールと同じ病だったそうだ。いきなり発病して、それから一年と経たぬうちに病気が進行したと、発病されていた。だけど、それをヘクトルや僕たちに悟られないように、無理されていたんだ。動けるような状態じゃなかったはずなのに。ついこの間、オフィアコールにおられないことで気づいたらしい。オズニーを問い詰めて、それからは、今度はヘクトルが、僕らを気遣ってそのことを何でもないように装って。リンディス。誰に物言ってんだ。人違いってやつか。まあいいや、許してやる。とっとと行きな。なんて名前だ。知らねえな。俺はダーツ、ファーガス海賊団の特攻隊長だ。ま、それが正しい反応だな。これにこれだら、むやみに知らない男の腕掴んだりすんじゃねえぞ。ヘクトル、少しだけ。兄上のことだろう。黙ってて悪かったな。いいんだ、君の性格は誰よりも分かってる。それよりオズニーさんとはきちんと話し合ったのか。あいつの話はすんなよ。ヘクトル、君はオズニーさんに腹を立ててるんじゃない。ウーゼル様が大変な時にそばにいられなかった自分に腹を立ててるんだ。そうだろ、僕もそうだ。父上を救えなかったこと、ニニアンを救えなかったこと、何度も何度も自分を責めたよ、エリウッド。だけどそれは失った悲しみから逃げるための手段だ。本当は自分でも気づいてるはずだ。ウーゼル様もオズニー様、君のことを一番に考えていた。分かってるのに見えないふりを続けると大事なものを見失う。僕が言いたいことはそれだけだ。お互いが、まあ必殺が出てくれたおかげで。リアン・フレンチ、まあリアン・フレンチはレベッカに渡すか。でこれで何も上がらなかった。とりあえずこっちの心配はなくなった。で今こいつが放ったのは遠距離ね、なら別に心配はいらね。んでリアン・フレンチェを交換で手に入れて、
これで一発は耐える。使えるやつがいんねえ。あ、いたわ。残念ながらルーチェは使えるやつがいねえ。ガスカリバー断り。で、これで奏でてリザーブ。
ピードが遅い。まともに戦えるような奴がいねえ。正直今のが一番危なかった。リガルブレイド、で、前回と違うのは、前回はもうカウンター食らいまくって、ほとんどやられたけど。今回は全員のレベル、ちゃんと育てた状態できてますから。対処するのもちゃんとあるよ。レスト。いくら食らわそうが同じだ。ヌルガル、あと少
見るがいい、この私をこの絶大なる魔力を。もはや言葉は無用。かつての友としてその席を果たそう。私が破れる。もっと力を、もっと強くならねば。私は何のために力が欲しかったのだ。このままでは死なんぞ。俺は最後の力、絶望に震えるがいい。終わったな、父上。なんだ、まさか。なっ、エルガルが言った最後の言葉、この言葉だったのか。ということだ。竜がこちらの世界に入り込めば、この大陸を灰に変えるまで一月とかからぬぞ。俺が止める、止めてみせる。でもね、化け物だな。こうして立ってるだけで足が震えてきやがる。まずは足が行こう。竜たちの動きを止める。そこを撃つのだ。なんということだろうな、力を。止めるどころか、アトさん逃げてください。竜が近づいてきます。ここで踏みとどまらでは正気ない。ブラミモンだ。準備に少し手間取った。よし、皆の力を借りる時だ。ここに集え、心象の力。この光は、で、なんだ一体。じゃあ、とりあえずここまでにしておきたいと思います。と。では、失礼します。